こんにちは。映画スターってのはあれですよね、作品でいろんな人を演じてるがゆえにいろんな方の性格を多分ね重複して持ってるんじゃないかなと思いますね。でシルベスター・ストローンもねいい言葉を残してるんですけども、今回は、まあ、東洋の巨人ドニー・イェンね、カンフーの達人ですけども、この俳優さんの名言を取りたいと思うんですよ。というのが中国のインタビューに答えて雑誌でね答えてる中にこういうのがあるんですよ。今までで一番心に残った作品ってのは何ですか、一番いい作品ってのは何ですかっていうふうにインタビューに聞かれて、そのドニー・イェンという方はね、このドニー・イェンという方はイップマンシリーズで大ブレイクした方なんですけども、その他にもたくさんの作品出てるんですよ。でドニー・イェンはこう答えるんですよ。それはね一番新しい作品がそうだと答えるようにしてるんだと。つまりは最新版の映画が一番印象に残った名作だっていうふうに言えるように、今まで積み上げてきたものを最新版の映像にぶち込んでるってことなんですよね。でこれはね同時に今作った最新版の映画も次の映画のためのトレーニングだっていうふうにも言えるんですよね。私たちの人生とかいろんな挑戦もそうだと思うんですよ。一つ結果を求める挑戦でもあるんだけども、次の試合に対してのいろんなトライに対してのまあトレーニングだっていうふうに考えることもできるんですよ。だから今まで、まあ、速稼塾もそれがドリームアカデミーもさまざまな商品売ってきてさまざまな方と対話してきましたけども、まだ出会ってないセールスとかまだ出会ってないお客さんに対する挑戦のためのトレーニングだとも言えるんですよね。まあ、ですのでそういう意味で言うと、今でもファンでいてくださる方、信用してくださる方も、それから心ならずも離れていった方も、すべてが次の挑戦への材料になっていると言えるんではなかろうかと思うんですよ。だからそう考えると、どんな挫折も無駄と思えることも全部が必要でそこにあるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。ね。最も印象に残っている作品は何ですかって聞かれた時に、私もね、速稼塾のファイナルとかマスターマインドコースとか様々ありますけども、次にリリースする商品が最高の商品だっていうふうに答えれるようにしておきたいかなと思ってますね。いってらっしゃい。